パイミョは、フィンランド、南西スオミ県のトゥルク郡にある市である。パイミョは、トゥルクからは東に 30km ほど、ヘルシンキからは西に 135km ほど行ったところにある。2018年1月1日時点で、総面積は242.26平方キロメートル、陸地面積は238.39平方キロメートルである。 2018年時点における総人口は1万835人である。パイミオ川地域を流れるパイミオ川は長さがおよそ1 1 0トルでフィンランドの南西部で最も長くおよそ1088平方キロメートルの流域面積を持つ。サロ、カーリナ、リエト、マルティラ及びサウボの各自治体と隣接している。パイミオのサナトリウムパイミオに関する最初の言及は 1325年の記録に確認できる。1933年、建築家アルバアールトが設計したパイミオのサナトリウムが郊外に完成する。市としての設立は1997年である。パイミオで生まれた政治家ビエノ・ヨハネス・スクセライネを称えるための記念碑が2010年に完成する。セイミカイル協会パイミオ市立図書館は、 2006年に開設されたもので市役所の付近にある。セイミカエル教会は1680年代に創建されたもので図書館の南側に位置する。パイミオ電気博物館は1995年に開設されたもので教会から250メートルほど南下した地点にある。ありがとうございます。